2018年6月19日6時2分文春砲を受けたことを告白する37位、中井里香、撮影、近藤大輝、収録日に行われた第10回 AKB48 世界選抜総選挙で37位となり、週刊文春の直撃と、愛を受けたことをスピーチで告白した NGT48 の中井里香、20、が18日、レギュラーを務めるテレビ東京の学園バラエティ番組、青春高校3年 C 組、キキチルダ金曜午後の30に生出演した。中井はスピーチで、やっちまいました。いわゆる、文春砲ってやつです、と苦笑い。炎上キャラだけに、悪目立ちするとこういうことが起きると身に染みた。と猛省したが、アイドルだっていろいろあるんだよ。と本音も、文春オンラインは中井が関西出身の20、大ファンと半同棲していると報道。これに対し、48グループの関係者は、半同棲の事実はない、とした。中井は13日深夜、日本放送、AKB48 の王。ルナイト日本、水曜深夜1:00に出演。スタジオの数時間後の14日早朝、文春の記者4人に囲まれた。中井のスピーチを振り返り、月曜 MC のメープル超合金、カズレーザー、33が、アイドルだって色い。ロアルンだよ、って、どういう意味なんですか。と聞くと、中井は、そのまんまですよ、と開き直り、総選挙は 26,701 票を集めたが、カズレーザーは、結構な数でしょ。こういうのって、どうするの？返金する、の、それ、ずっと気になっていたの。返金しなかったら、言葉で何言ったって嘘じゃん、とばっさり。